プラと知り合って。この楽器はなんていう名前なんですか。これね、タプラって言うんですよ。タプラ。初めて見ました。初めて。初めて聞いてみた。ね、国境を越えますね。すごいですね。これのこと知ってます？これ初めて見ます。とりあえずじゃあドールだけはどういう音楽かやってもらいましょうか。そうですね、ドールということでパキスタンの伝統楽器です。だけどちょみんなの日本の皆様のために大きな拍手をお願いします。はい、江戸足原両親大会の皆さんありがとうございます。